浅田仁志君。先ほどに引き続きまして、サイバー攻撃について質問していきたいと思います。通告しております7番の方から始めさせていただきたいと思います。で、先日、5月31日の決算委員会ですね、決算委員会の中で、JAXA 等に対するサイバー攻撃が取り上げられております。で、この JAXA 等に対するサイバー攻撃に対しまして、警察庁の答弁は、実行したのは TIC と呼ばれるサイバー攻撃集団で、TIC の背景組織として、山東省、青島市を拠点とする中国人民解放軍第61419部隊が関与している可能性が高いというふうな答弁がありました。で、この、サイバー攻撃はですね、日本のレンタルサーバーから行われております。で、日本のレンタルサーバーから行われたということで、ログが残りますんで、その IP アドレスというか、を分析されて、その遡って、ここが、ここから攻撃しているというのを突き止められたんだと思うんですけれども、仮にね、これ、日本のレンタルサーバーでなしに、外国のサーバーから攻撃された、これは物理的に可能です。どのサーバーであれ、侵入してですね、管理者権限というのをそこに取ってしまえば、これは日本のレンタルサーバーに代わって、外国のサーバーから同じようなことは可能になるわけですけれども、仮に外国のサーバーから攻撃されているということが分かった場合、これ、どこが対応するんでしょうか。警察庁川原サイバーセキュリティ情報課審議官。お答えいたします。警察におきましては、サイバー攻撃を認知した場合、事件捜査はもとより、民間事業者等との連携、外国治安情報機関との連携等を通じまして、各事件の背後にある国家的背景も含めて、サイバー攻撃の実態解明を行っているところでございます。このことは、今回の事案のような国内のサーバーを経由して攻撃が行われる対応か否かには関わりはございません。仮に海外のサーバーから攻撃が行われた場合でありましても、被害事業者等に対して、速やかにマルウェアの感染可能性や有効な対応策について、個別に情報提供を実施するなど、被害拡大防止の措置を講じた上、外国治安情報機関等と緊密に連携し、厳正な取締り及び実態解明を行うことと、ところでございます。浅田君。ありがとうございます。今のご答弁ですと、警察が主体になってと対応すると、それで、海外からの攻撃で、あった場合は、そういうところと、情報交換して、警察を通して捜査を海外に展開するという理解だと思います。それで、次にですね、これ、ダークウェブっていうのは、僕、前も質問したことあるんですけれども、東亜って、オニオンルーターっていうのがあるんですね、これ、普通の、皆さん、インターネット利用されるとき、エッジとか、クロームとか、それからサファリとか、ブラウザを使っておられると思うんですけれども、その普通のブラウザでは見えないサイトを見る。ブラウザがあります。これ、オニオンルーター、TOR、TOR、というブラウザで、これ、皆さん、どなたでもインターネット経由でダウンロードして、で、そのブラウザを使って、そのインターネット接続を試みることは可能です。お時間のある方は、ぜひやっていただきたいと思うんですが、ただ、その、この TCPIP というその信号をですね、匿名化するシステムですので、ものすごく時間がかかるというのは確かです。で、こういうそのダークウェブというのが利用されている、でそこで、普通にはできない違法取引ですよね、武器とか、パスポートと偽造パスポートとか、あるいは偽札とかですね、そういう取引が行われているんですが、
私もこれもかなり前なんですけれど、自分の友人でコンピューターサイエンスですね、情報工学を教えている友人から教えてもらって、こういうサイトがあると。でそれを見るとね、びっくりするような、国内対立している、ある国があって、内戦が起きていると。でその反乱軍なり政府軍なりがこういう武器を調達したいというようなのがこうドカッと載ってるわけですね。いくらでこういう武器を売ってください、こんな本当にいいんやろかっていうのが実在するっていうのは私自分自身で確認しております。でそういうね、さまざまな違法取引が行われている。で反面ですね、これ抑圧から逃れたその亡命者集団がそういう連絡を取るために使っているという部分もあるんで、一概にこういうのはなくせということもできないと思うんですけれども、そういう違法な取引が行われているこういうそのサイトに関してですね、取り締まりのため何か国家間で取り決めがあるんでしょうか。川原サイバーセキュリティ情報課審議官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、ダークウェブにつきましては、その秘匿性の高さから、さまざまな違法取引等が行われているものと承知しております。警察におきましては、ダークウェブに関する取り締まりを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等にかかる捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や、米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO ・国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。浅田仁志君。これ本当に仕組みがうまくできていて、どこから発信、皆さんスマートフォンですね、使われる場合、皆さん方のスマートフォンの、SIM っていうのがユニークなんですね。世界で一つしかない。だからどこから発信してるっていうのは分かる。で そこへ、なんか問い合わせをしたら返ってくるような仕組みになってるわけですね。で経由してそこにまたそのヘッダーがついて、で向こうはそれを皮むいていくみたいな形になるんで、これ東亜ってオニオンルーター、玉ねぎルーターっていう名前がついてるらしいんですが、でこういうそのサイトがある。でそのダークウェブっていう、先ほどの大臣のご答弁ですと、これこそバーチャル空間というかな、というところが広がっているわけであります。でこういうところを通じて、武器の売買とかなんかだとまだ、そんなにその重要度ってからするとものすごく国家に対して極めて深刻な影響を及ぼすっていうところまでいかないと思うんですけれども、このそういうね、ダークウェブを通じて、これ後でまた話しますけれども、例えばローズとくっつくというようなことで、もうどこからこういう攻撃がされているのかわからないような攻撃が可能になっているというのが今の現状だと思うんです。で私が次お尋ねしたいのは、そのサイバー攻撃に対する抑止力ということを考えているんですが、いずれにしてもですね、対処力、抑止力を向上しますさせますというご答弁、両大臣から何回もあったんですけれども、こういうね、マルウェアが開発されてます、危ないですよと、サイバー空間上のどこに、こういうハッカー集団がいますよ、想定しておりますよ、そういうことに関して情報交換することは可能であって、それでその対処力っていうのは確かに高まると思うんです。しかしね、このサイバー空間、あるいはサイバー攻撃に対する抑止力というものが、そもそも存在するのか、どういうふうにお考えでしょうか。岸防衛大臣。平成30年7月に閣議決定をされましたサイバーセキュリティ戦略においては、サイバー攻撃から我が国の安全保障上の利益を守るために、高めることが重要な力の一つとして、サイバー攻撃を抑止する力、すなわち抑止力が挙げられていると承知をしております。
その上で防衛省としては自らのネットワークを防御する能力、攻撃者を特定し責任を負わせるためにサイバー攻撃を検知調査分析する能力、また有事における相手方によるサーバー空間の利用を妨げる能力、そして日米同盟の抑止力、こうしたものを高めているところでございます。例えば自らのネットワークを防護するための能力を高めることで攻撃者が攻撃を行ったとしても結局は防護されてしまうと認識し攻撃が抑止されうるということです。あるいはサイバー攻撃を検知し攻撃者の特定等を行う能力を高めることで攻撃者が自らによる攻撃であると暴露されることを恐れ攻撃が抑止されうる、あるいは有事における相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力を高めることで武力の行使の3要件を満たす場合には我が国がこの能力を含め我が国防衛のために万全の措置を取り得ると認識することで攻撃が抑止されうる、まあ、そういったことのほかサイバー攻撃のみであっても日米安保条約第5条という武力攻撃に当たり得て攻撃者が日米共同で対処されると認識することで攻撃が抑止されるされうるということも考えております。このようにサイバー空間においても抑止力は存在するものと考えております。浅田仁志君。それ今の防衛大臣のご答弁ですけれど、そういうものをもって抑止力と果たして言えるのかと私は甚だ疑問に思っております。これもあくまでね盾と矛の関係で、こういう盾ができましたよとどんな矛も通しませんって言うたら、そのどんな矛でも通す盾って、どんな矛も防げる盾ですっていうのは必ず出てくるんですね。だから抑止力になると考えてますっていうふうに言明されますと、その抑止力を突破することがその人たちの目的になってですね、そういう集団が存在するということをお忘れなく、そういうそのサイバー攻撃に準備を怠りなくしていただきたいと思います。それで僕もローズについて、質問をしようかなと思ったんですけど、これは先回、三浦委員が割と丁寧にしていただきまして、その前に大塚委員が取り上げられました。で前回からですね、インターネットの草創期のことをお話しさせていただいてますけれども、そもそもそのコンピューターとコンピューターをどうつなぐか、でつながれたコンピューターを束ねるサーバー、そのサーバー同士をどうつなぐかっていうところで、その ISO の OSI とかお話しさせていただきましたけれども、アメリカ の DARPA っていうところでも同じようなことが研究されて、それが今の TCPIP インターネットをつなぐ仕組みに発展して、それを我々が今使っているということなんです。だからそのサイバー攻撃、確かさっき大臣がおっしゃったようにですね、その仮想空間バーチャルと言われるところとそのリアルと言われるところの組み合わせだと思うんですけれども、実際そのサイバー空間サイバースペースを攻撃しようとする場合にいろんな形が考えられて、信号を変えるとかですね、あるいは物理的にそのケーブルを切ってしまうとか、ケーブルを流れる信号を盗聴するとかですね、いろんなことが考えられますんで、さっきのTICS ですかの例で言いますと、あれはどっかのサーバーの中に入り込んで管理者権限というのを奪うだけであれだけのことができるわけですね。だからサイバー攻撃っていってもいろんな形態が考えられると思いますので、
でこの間の三浦委員の方からもお話ありましたけれども、6月28日から CCW の専門家会合 GGE っていうのが開催されるということなんで、ローズのことがメインになりますけれども、このサイバーのこともしっかりと議論していただきたいと思います。サイバー攻撃はこれ人が起源になってますけれども、この人に AI が取って代わるということは容易に想像できます。で取って代わる取って代わられるというのが一番恐ろしいと思います。です、AI というのはこれ自己増殖が可能です。今のまあウイルスみたいですね。博覧狂気の茂木大臣は鬼滅の刃というのを読まれた、やと思いますけども、そのな鬼舞辻無惨という鬼がですね、血を与えるだけで鬼がわーっとできるわけですね。同じように自己増殖していく AI というものを考えて、で、ま、人間が起源なんですけれども、 AI が独自にこう判断してしまう世界ができてしまって、それにローズが、くっついた時にどういうその怖い恐ろしい世界が展開できるされるかというところまで踏まえてですね、議論してルール作りにぜひ取り組んでいただきたいと思っております。でも時間があまりありませんの で、でその原始的なところケーブルですね。ケーブルっていうのが、まあ、世界中で、そのインターネットの世界、を実現するためにつながれてます。で可動ケーブルは世界で400本と言われてます。で総延長が地球30周分で、この、まあ、海底ケーブルですね、日本だと、茨城県とか、どっか何箇所かを通してその海底に入ると。でこの海底ケーブルの敷設っていうのは NEC とそれからアメリカのサブコム、それからフランスのアルカテルサブマリンネットワーク、ここで世界の9割ぐらいをやっているということでありますが、ここに中国のファーウェイっていうのも、の関連会社が参入しようとしている。でこれまでこう日米仏で市場の9割を占めてきた海底ケーブルでありますが、ここにも中国が入り込もうとしております。この中国の進出に対してどのような対応を考えておられるんでしょうか。総務省渡辺次長。海底ケーブルは国際的なデータ流通等を担う重要な通信インフラとなっておりまして、委員ご指摘のとおり我が国企業が一定の国際シェアを獲得している重要な産業であり、またその安全性信頼性の確保は重要な課題と認識しております。そのため総務省といたしましても、国際的にそのセキュリティの確保も念頭に、所管いたします官民ファンドによる出資なども通じて、安全で信頼できる我が国企業による海底ケーブル事業の国際展開を支援いたしますとともに、通信の安全性、信頼性確保に関する関係各国との情報交換、意見交換を実施しているところでございます。またそうした認識から、例えばチリ政府主導の南米とアジア、オセアニアを結ぶ海底ケーブルの実現に向けて、協力なども行ってきているところでございます。こうした取り組みを通じまして、安全で信頼できる海底ケーブルシステムの実現に努めてまいりたいと考えております。浅田仁志君。時間が来ましたので終わりますけれども、その海底ケーブルだけでなしに、その増幅機とかですね、分岐機とか、いろんな機器が埋められてますんで、そういうところでその方向を変えようと思ったら、すぐ簡単にできる話ですし、情報を盗もうと思うと非常に簡単な話なので、こういうところにこう力を入れていただくようお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。